おかげさまで最近満員になることも増えてまして、そろそろお断りをしないといけないという風な感じになってきました。 DJ 主催の湘南ウクレレクラブなんですけども、7月から、もう1ヶ月先ですけども、7月から内容をリニューアルしてお送りしたいと思います。今回はその辺の話をちょっと詳しくお話しします。寂しい心にどこからか。はい、 BJ のウクレレ講座です。 BJ 主催の湘南ウクレレクラブ、2024年の7月から内容を少し変更してリニューアルしてお送りします。内容の変更はこういう感じですね。一つずつ詳しく説明していきます。まず1番目、今まではソロクラス弾き語りクラスというのをやってたんですけど、ソロの時間も弾き語りも同じままだとやりづらいんですよね。これフレキシブルに、ソロが簡単で弾き語りが難しい、そういう月はソロを例えば短くして弾き語りを長くする、その逆の時はソロを長くして弾き語りを短くするなんていう風に、まあ、その時いる人にも合わせて変えるために、途中の時間何時から何時までという枠を取り去るというところになりました。それから先月だけじゃなくて、その前、そのもう一つ前っていう、ちょっと前のも、復習として弾く時間も作ろうよという、この3本立てですね。ソロ弾き語りと演奏会的な感じ、3ヶ月前の曲はあれ以来弾いてませんっていう方もいらっしゃるので、忘れないようにたまに来た時に弾くという時間も作ろうよということになりました。で、この辺の内訳の時間割がなかなかこう正確に、この時間からこれ、この時間からこれっていうのは難しいので、この、時間帯全部をウクレレ練習会という風にして、その日によって、だから途中の時間、まあいる人にもよりますよね。弾き語りが苦手な方が多ければ弾き語りの時間は長くなるし、ソロが苦手な方が多ければソロの時間長くなる、ソロの曲が簡単だったら短くなる、その時によって違いますので、トータルでこの時間全部をウクレレ練習会として統一します。中はさっきの3本立てにはなってるんですけども、統一するということになりました。はい、それからもう一つ、今まで初めてクラス、初級クラス、初心者クラス、一般クラス、これちょっと分かりづらいところありますね。これを取っ払います。じゃあ私どこ行ったらいいの、今いるクラスに来ていただいたらいいんですよ。これから参加しようと思っている方はどのところに来ていただいてもいいんです。そんなこと言ったら私一般クラスなんかとんでもないわっていう方いるんですけど、実はですね、皆さん全部の練習会出てないでしょ。 BJ は全部の練習会に出て教えてるんですよ。一般クラスよりも初級クラスの方が弾ける方が多かったりということもあるんですね。まあもちろん違う方もいますよ。人によって違いますからね。大体の平均値を取るとどの練習会もほぼ同じなんです。じゃあそういうのは取っ払えばどっちでも行き来ができるわけじゃないですか。で、それに伴い第2の土曜日にやってました初めてクラス、これがなくなります。初めてクラス、これはですね、ウクレレを買ってすぐの方、それから独学でずっとやってて基礎を知りたいという方のために、タブ譜の見方、ウクレレの持ち方、チューニングの仕方、一弦は何の音ですとかいうクラスなんですけども、これそこに参加しないでいきなり一般クラスに来られる方とか最近多くなってまいりました。ですので、どの練習会に来ても対応はしますよ。優秀なスタッフもいますからね、対応しますので、もう初めての方、ウクレレ買ってすぐの方、どこのクラスでも大丈夫ですよという感じになりましたので、そういうふうにお送りします。で、第2の土曜日、せっかくの土曜日を、普通のクラスに開放しますので、今まで混み合ってた第1、第3に来てた方、それから新規の方ですね、第2の方にも流れてくださいっていうと、第1と第3の人が全員第2に集まったら大変なことになりますからね。今までのところに残りつつ、新たなところにもまたうまい具合に分散してください。特に週末の土曜日の練習会が混むんですよ。っていうのは、平日働いてる方は土曜日しか来れないということで混むんですけども、逆にですね、平日来れる方、いつでも来れる方が土曜日に来るよりも平日に来た方が空いてるので、より細かくお話ししながらできるところもある。それから遠方から来られてる方、こういう方からの意見として、9時からのスタートは早いよと、せっかくまあ休みの日なのでゆっくりしてたいということもあるんでしょう。若干その時間を遅らすことになりました。スタートが9時30分からに
します。9時30分から、終わりは11時50分の同じです。同じままなのですが、若干こう縮まる部分もあります。その分休憩をちょろっとにしたりとか、内容的にはほぼ変わらないようにやりたいと思うんですけども、9時半にスタートすることによって利点もあるんです。それ以外にも駐車場代をっていうお話も聞きました。まあ駐車場に停めて来られる方ですね、お車で来られる方、この時間内ですと3時間駐車するとなんとなく行ける感じです。それから今まで9時に建物が開く前、練習会のその建物、練習会をやるお部屋がある建物っていうのはだいたい9時からオープンになるんですね。でその前から待って入るというような形なんですけど、9時半スタートにすると待つ必要はないですね。その時間ぐらいに来ていただくと、もうそのまま中に、建物の中に入れます。で参加費の方なんですけど、今まで2個まで来られてた方全く同じままです。でお子様なんですけども、小学生まで、小学卒業するまでは半額でやりたいと思います。ただし、お子様だけの参加ではなく、同伴でお父さんお母さんがただ見てついてるだけではダメですよ。お父さんお母さんが受講されて、それと一緒にお子さんが来る場合に限り半額で対応させていただきます。それから時間的なもの、例えば10時なないと来れないとか、もしくは11時までしか入れないとか、そういうのも全然 OK にします。その代わり参加費の金額は変わりませんので、ご了承ください。はい、その他の練習会ですね、まあ海レレ、これは今まで通りで全く変わらないです。それと里山公園練習会、これも全く変わらないです。9時20分スタートにはなってますけども、変わらずにやっておりますので、弾き語りだけ受けたいとか、そういう方は里山公園をご利用ください。今まで通りの練習会でやります。で最後に変更に伴う注意点が若干ありまして、お部屋 BJ が来てないのに部屋の中に入るのはやめてください。一応入る時に許可証を持って受付でやる、その場合によってはお金を払ってから入室という流れになりますから、勝手に入って着席して待ってるというのは場合によっては問題になることがありますから、これやらないようにご了承ください。それから現行館会とか今後復活させたいと思います。ですので例えば9時から9時半までそういうクラスで、潰れてる時があります。もしくは BJ の、リハーサルをやってたりする場合がありますので、9時25分ぐらいから入室 OK というふうにします。ですのでその前は、お部屋の前にあるロビーとか椅子があったりテーブルがあったりするので、皆さんでそこで歓談しててですね、時間まで待ってから入室というふうにしていただくのが一番ありがたいです。ということで今回はちょっとお話が長くなりましたけど、 BJ 主催の湘南ウクレレクラブ2024年の7月7月から変更になります、リニューアルについてのお話をお送りいたしました。詳しくは6月の練習会でそれぞれお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。差し手